こんばんは。ティンバレラさん、ハートありがとうございます。マシオさん、ジューありがとうございます。アンデさん、おっぱいありがとうございます。アランさん、ハートありがとうございます。キンワンさん、バラありがとうございます。こんばんは。ちょっとラジオなんですけど、お疲れ様です。体調良くない、良くないわけじゃないんだけど、なんか、はい全然大丈夫なんですけどね。 ARK30 ギフトありがとうございます。昨日寝てからやることやったの、どうなりました？寝てないです。やることやってから寝ました。えらい、えらすぎ。ちゃんとやることやってから寝ました。えらすぎるよね。意外やめて全然やるからこれから昨日ヤヒコで買ってきたビール飲みます。おお、嬉しい。いいね、いいね、いいね。やればできるかもしょやんなやんな。そうなんよな。こんばんは。明日は飛行行こうと思うけど、紅葉はまだ満開じゃん。確かに暖かくなっちゃったしね、一回。なんかそこまで寒くないから、紅葉全然進んでなさそう。アッキーさん、本当ありがとうございます。今日は絶対にこの配信が終わった瞬間にお風呂に入って寝る優斗さん、10ギフトありがとうございます。今日もご飯食べました、食べました。こんばんは。神鍋さん、星ありがとうございます。お風呂入る前に寝ちゃいそうじゃない？全然大丈夫。今日はお鍋に、うわぁ、羨ましい。ひなもお鍋食べたい。ひなもお鍋食べたい。今日は調子良くないの。普通。普通って何？
ディンバルラさん、サイリンもありがとうございます。居酒屋さんで焼き鳥食べ放題。へえ、そんなお店あるんだ。すごいね、すごいね。食欲はありそう。はい、食欲はあります。キノコ鍋でした。すごい鍋、マジで鍋うらやましい。毎日鍋食べたい。そしたら絶対もっと体にいい生活してる気がする。ゆうさんパパさんからとありがとうございます。ヤヒはあんまり飲み放題とか行かない。普通にあの飲み物って太るから、飲み放題っていうものをしたくない。水が一番水が一番。あきらちゃんさん、ゆけんさん、ハートありがとうございます。ウーロン茶は痩せます。そうですね、特に黒ウーロン茶はやっぱり痩せるって言いますね。いやね、ジュースやめて水とかお茶にするのもダイエットです。ジュースひな飲まない。大好きだけど本当は。もうひな、ジュースが一番太る原因ってことを知ってるんやん。もうあんな砂糖の塊やんか。だからひな、ジュースはできるだけ飲まない。そう。マシオさん、ハートありがとうございます。そうなんよ。本当は好きだよ。本当はめっちゃ好きだよ本当だったら毎日でも飲みたいよ本当に砂糖の塊だからね。アンデス30ギフトありがとうございます。メロンソーダやジンジャーエール、もうひなの好きなもんだ、その2つ大好き。メロンソーダとジンジャーエール。ソフトドリンクだと今でもメロンソーダ好きですね。ケーマンさん、ハートありがとうございます。ジュースとお酒だったらどっちやる？水水ですか。普通にご飯行ったら、どっちも選びたくない。普通に太る。今は遠くに。けんさん、ハートありがとうございます。水の中でも好きな商品別にないですこだわりはない。普通にお水好きだけど。結論、水最高、最強。そうなの。ジュースは目が合うと誘われるから目をそらす。かわよ、愛おしく思えてくるわそれわかるよ、わかる。ジュースって誘ってくるよね。キラキラしてるよね香水とかね、あるけどあんまわかんない。でもなんか誰かに言われた瞬間からそういうの気になるようになっちゃってさ、なんかあんまり
飲みたくないって思っちゃうようになっちゃった。お茶作ったりするのも面倒。面倒というか、水が飲みたいんで作る必要ないって感じ。全然お水が一番うまい。リオさん10ありがとうございます。こんばんは。ジュース飲みたいけど炭酸水でごまかしてる。それできるのすごいね。ひな逆に炭酸水まずーって思っちゃう。まずーって思っちゃう。普通に お水がいいな。炭酸水ね。お水最強説、はい。最強説。炭酸水飲むとお腹膨らんで、そうなんだよね。それがいいとこなんだよね。だからダイエットの時とか頑張って炭酸水飲んでたけど、普通になんか美味しくなって思っちゃうから、結局なんか。あんまりよろしくない。難しいですね。中さん可愛い人ありがとうございます。さすがに東京水道水飲んでないかな。もちろん広場のクリームソーダうまいやん。うん、確実にうまい。確実にうまい。うまくないわけがない。ダイエットに関わらずお水はたくさん飲んだ方がいいっていう。そうだね、やっぱりお水は そうですね、飲んだ方がいい。今寝そべってるな。寝そべる以外に何かあるんでしょうか。ラジオ配信は寝そべってでしかやらないですよ私。逆にね。逆にね、ラジオ配信って寝そべってやるものなんじゃないんですか。というかラジオ配信する意味だよ。声で寝そべってるの分かる分かる。それな、絶対に声で分かるよね。確実に確実に声で分かる。寝そべってる。こんばんは。ラジオ配信で座ってるのシュールかも。確かに。じゃあ顔出せよって感じでし、普通に。そしたら埼玉のおじいちゃんさん、ハートありがとうございます。まったり配信ってことだね。そうだね、まったり配信ね。す。埼玉のおじいちゃんさん、どうもありがとうございます。昨日夢見たんだよな。死ぬほど大量の量の夢でも忘れた。忘れちゃった。あ、なんかハロウィン終わったのに自分だけ間違えてコスプレを私服だと思ってコスプレしてっちゃって恥かいた
ていうシーンだけ覚えてる自分の中では私服かと思って着てたんだけど、実はめっちゃバリッバリコスプレだったっていう謎の夢を見ました。それで恥かいたっていう、そのシーンだけ覚えてます。はいということで15分だったので終わりにしようかなと思います。一輪さん星ありがとうございます。ランキング見ます。いきます。13位えっけんさんありがとうございます。12位じんさんありがとうございます。11位中さんありがとうございます。10位がみなべさんありがとうございます。9位けんわんさんありがとうございます。8位あきらちゃんさんありがとうございます。7位 ARK さんありがとうございます。6位つるさんありがとうございます。5位アランさんありがとうございます。4位ましおさんありがとうございます。3位ティマルラさんありがとうございます。2位ゆうたさんありがとうございます。第1位アンヌさんありがとうございます。はい、ということで皆さん今日も一日お疲れ様でした。私はお風呂に入ってすぐに寝ます。ありがとう、おやすみ、また明日、バイバイキン、おやすみなさい、バイバーイ。